ここは怪獣島。怪獣たちがみんなで仲良く暮らしています。あれれ、海辺になんかいるぞ。ピーガガガ、ピーガガガ、バーン、バーン、シャッ。あ、起きた。待って待って、え、誰か今火で炙った？いや、え、嘘、炙ったよね。火じゃないから。は？放射熱線だから。その放射熱線をかけたのは僕だよ。やっぱお前じゃねえか。僕だよ。放射熱線の温度は16万度とも50万度とも言われてるよ。そんなもんかけたらダメだって。180度とも言われてるよ。天ぷら揚げるくらいの温度、さっきの感じだと多分180度だよ。あ、ていうかここはどこ？君は誰？ここはチビゴジラ。僕は怪獣島だよ。あ、それ逆じゃない？そう、逆。なんで逆言ったんだ？僕はチビゴジラ、君は？僕はチビメカゴジラ。へぇ、あれ、急に興味なくした。あ、ここは怪獣島って言うんだね。人間が住んでない怪獣だけの島ってこと？人間？もしかして人間を知らないのか？知ってるよ。15センチくらいで、もう多分違う。細長くて歯応えがあって。歯応えってなんだよ。カロテンが豊富で。人参だなそれは。極めて知力の高い二足歩行の哺乳類。うん、え、途中から人間の話になった？微妙に知ってるのやめてくれ、ややこしいから。シュン。あ、ごめんごめん、シュンとしないで。僕はね、人間に作られたメカなんだよ。メカなんだ、かっこいいね。メカってことはエアコンと同じだもんね。なんでエアコンと一緒にした？あ、お父さんだ。お父さん、おーい。え、あれ君のお父さん？うん、おーい。てかあれ大怪獣ゴジラじゃない？うん、僕のお父さんゴジラ。おーい、お父さん、ガッキーだ。ダメだ、今日も無視だ。親に無視されてるんだ。うん、まあ近寄ったら踏みつぶされるし。踏みつぶされるの？抱きしめられたら骨が粉々になるし、しょうがないんだ。切ない話。でも僕もいつかお父さんみたいな大怪獣になるんだ。大怪獣になってお父さんにギュッてしてもらうのが僕の夢。そうか、いい夢だね。頑張るぞ。僕もしばらくこの島から帰れなさそうだし、その夢応援するよ。僕たち友達になろう。え？いや、まあ、はい。渋んなよ。